この番組は UCC モータースポーツの世界をリードするダンロップの住友ゴムとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。初夏の風と太陽の下、今年もまた TT フォーミュラレースが須郷にやってきました。世界5カ国で開催されます TTF1 FIM カップレース、今年もこの須郷が開幕戦です。ここからまたロードレースの新しい1ページが始まるわけです。さて今日解説にはヤマハ東北の志賀康之さんをお招きしました。志賀さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。そしてピットレポートはサイクルサウンズ副編集長の山崎俊二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日のレースなんですけれども、見どころはどんなところがあるでしょうか。ポールポジションは昨年の全日本チャンピオンダグポーレン選手が獲得したんですけれども、足をシーズン前に負傷しておりまして、実は予選3回目4回目、パスしました。で実はそれは今日の決勝のために力を温存しているということなんですけれども、その、力の入れ方が分かります。で決勝なんですけれども、このレースは耐久と同じくピットインがあります。でガスチャージがあるんですけれども、それに加えてこの暑さ、タイヤ交換がどうしても出てくるんじゃないかと思います。その辺のピット作業が、面白いと思います。他に注目の選手ありますでしょうか。予選ですね、2位に宮崎選手 RVF ですね。で3位に川崎のドーソン選手で、岩橋選手など強豪が揃っているんですが、ヤマハ勢の永井君と加藤選手がちょっと2列目にやってしまったのが心配ですね。50周の長丁場、見どころもたくさんですね。そうですね、期待したいと思います。じゃあポールポジションを獲得されました、吉村のダグポーレン選手、そして監督の、吉村藤尾さんにお話を聞きたいと思います。おめでとうございます。コングラチュレーション。どうもありがとう。監督さん、3回目4回目の予選走られなかったんですが、これは力の温存として受け止めてないんでしょうか。いやいや、そうじゃなくて彼のね、ほら皆さんご存知だと思うんですけど、左足怪我してるもんでね、それがちょっと昨日顔向けちゃって、でそれをリカバーするのにね、一日休んだ方がいいだろうと。別にねポルシュポーション取れる越したことないんだけど、最前列に並べるからね。だから今日いきなりねみんな1秒速いとかそんなったらあれだけど、まあ様子見てて1回目で暑くなったでしょ。多分今日昨日のタイム出ないなって、やっぱりそうだったね。だから1日休めたから、彼のその足の具合もね、まあレース明日だから長いでしょうんで、ただまあそういったことですよ。単なるその辺のことを本人にも伺いたいんですけど、足の方はいかがでしょうか。Well, right now it's a lot better since I gave it today. まあ僕が先ほど言ったみたいな、とにかく自分のコンディションをね、届ける一日休みたかったと。でまあ昨日ね結構いいタイム出たんで、まあね、その2番手になろうが3番手になろうが別にそんなに大したあれないし、まあレースは明日だからってことで。ここ須郷っていうと、相和さんのタイガー相和というニックネームがついたきっかけとなったところなんですが、その辺の思い入れも強いんじゃないですか。そうですね、やっぱり日本のサーキットでその走りやすいとか走りづらい言うんじゃなくて、その雰囲気も観客の人ら の雰囲気もいいんで、ここのサーキットは一番好きですけどね。さて明日長丁場のレースとなるんですけれども、作戦どうお考えですか。そうですね、まだ深いやつは考えてないですけどね、今日メカニックと一緒に風呂でも入りながらいろいろ作戦立ったと思います。予選前半はもうマシンが全然仕上がらなくて、これはちょっとまずいかなってすごい落ち込んでたんですけど、今日になって3回目からだんだんセッティング合ってきたんで、これなら戦えるんじゃないかなっていう、結構期待持ってますけど。加藤選手は。そうですね、昨日のタイムがね、今日ちょっと上回れなかったもんで、その辺はちょっと反省してるんですけど、まあオートバイの方は同じテンポぐらいでね仕上がってきてますから、あとは僕次第だと思います。長いレースになれば長くなるほど、外人選手がねすごく上手にレースを運ぶもんで、僕はその選手たちについていくように、ちょうどマラソンのレースのようにトップ集団に遅れなくついていって、そしてやっぱり給油してからがね本当のスプリントレースっていうのを見せれたらいいなと思ってます。
1990年スゴー TT フォーミュラー FIM カップレースメインイベント F1 クラスのフォーメーションラップが始まりました。金曜土曜の予選を経て決勝グリッドには38台が並びました。フロントロー左側ポールポジションは昨年の全日本 F1、F3 クラスダブルチャンピオンのダグ・ポーレン、1分33秒527の堂々たるコースレコードです。2番手は88年全日本 F1 チャンピオン宮崎翔司、昨年はわずか2ポイントでチャンピオンを逃しました。今年は雪辱を狙います。3番手昨年のスゴー TTF1 でヤマハに乗りぶっちぎりの優勝を飾ったマイケル・ドーソン、今年は川崎です。4番手は鈴鹿 2&4 で優勝を飾っている岩橋健一郎、5番手には川崎の使い手相馬貴弘、ここまでが全てコースレコードという素晴らしい記録です。6番手は鈴鹿 2&4 でポールポジションを獲得したピーター・ゴダード、ヤマハの期待がかかっています。7番手は昨年のスゴを沸かせた永井康友、89年 TTF1 ワールドチャンピオンのカール・フォーガティは11番手から上位を狙います。 TTF1 は50周187キロの長丁場となります。それではスポーツランドスゴーインターナショナルレーシングコースをご紹介しましょう。1周が 3737.5 メートルの国際レーシングコースです。スタートしてすぐ右の直角コーナー、トップ争いが見ものです。今年はこの1コーナーの先にスタンドが新設され、迫力のあるシーンが楽しめるようになりました。そして3コーナー、4コーナーのヘアピンを立ち上がると上りの S 字、標高の一番高いハイポイントコーナーへと向かいます。そしてレインボーを回って最もスピードの乗るバックストレッチ、難しい馬乗せのコーナーから SP イン、SP アウトとマシンのバランスを問われます。最終コーナー、試験は 30R と 25R のタイトなコーナー、ここでは順位の変動も多く見逃せません。そしてパワーの差が出るスゴー名物 10% 上り勾配、ここにはダンロップブリッジが復活、美しい国際コースとしてより磨きがかかっています。さて先ほどグリッド上で何台かのマシンのエンジンが止まったためにスタートがやり直しとなりました。非常にこれは珍しいケースなんですが、レギュレーションによりまして1周減らして49周のレースとして行われることになります。さあ全車グリッドに着きました。レッドフラッグが下がります。赤信号、そしてブルーのシグナルがつきました。今スタートしました。2番がいいスタートを切っている。マイケル・ドーソンがいいスタートを切って1コーナーに突っ込んでいきます。先頭ホールショッター、マイケル・ドーソン1コーナーから今2コーナーへ向かいます。グリーン川崎に乗りましたマイケル・ドーソン、そして3コーナー、おっと転倒、あと1台がすでに後続でちょっと乱れています。2コーナーの先何台かが転倒しています。イエローフラッグが振られています。さて転倒したのはこれは誰でしょうか。ゼッケン番号がちょっと確認できませんが、先頭は今 S 字を立ち上がってハイポイントへと向かっています。先頭はマイケル・ドーソン、50番そして54番小林選手、そして50番のクラウス選手が倒れています。それからおっと5番のジョン・ハイス選手です。2コーナーの先で早くも転倒、何台かがさあ再スタート切れますでしょうか。 4台ですね、はい、どうやら2台が今再スタート切っていますが、ジョン・ハリス選手はどうやら接スタート切れないようです。まだ止まっています。さあ先頭集団は今 SP コーナー、 SP のアウトコーナーに向かっています。先頭集団、先頭はマイケル・ドーソン、続いて13番の永井康友がその後ろにくっついています。ちょっと1と2の間が離れています。さあそしてジョン・ハリス選手も今再スタートを切りましたが、順位は大きくして最後尾。さあ 10% 勾配を立ち上がってきます。各マシン2コーナーにオイルが漏れてますね、はい、あそうですね、この次の周回がちょっと危ないかもしれません。